夕日はここでも変わらないな。夕日はここでも変わらないな。敗戦を乗り越え、この地域彼女ははぐらかされて、なぜ彼女十郎君の同じ学校図書館でし、歴史上あのあれはいい先生、おじから借り未来現実凛花の子は空襲で亡くなった。この時代の子はもはやそんな死に方はすまい。今日も変化なし。私と騎兵だけがここへ。専門的な知識がなくとも騎兵は異様な代物だ。時間、これは裁縫の苦手黒、はい、千尋、肌身ど、昭和20年に戻らなねば。しかし何度試しても騎兵を再起動できなかった。どこか壊れてしまったのだろうか。故障なら騎兵を詳しく調べたいが、建物周辺の警備が厳しくなって今は近づけない。いても立ってもいられない。そうだ、峠の交渉は空襲を免れたはずだ。この時代にもまだ残っているのでは。日本史の教科書には戦争の終結は昭和20年8月とあった。真実なら3ヶ月後に日本は負ける。夏のどうした慶太郎。確かに彼女は明朗かだが、今はそんな場合あやめ公園。ここが交渉のあったあやめ峠。千尋じゃないか。妹に何か用かな。誰だ。私はその子の兄だが。妹がどうかしたかい。あ、いえ、家族によく似ていたので。
行きましょう。千尋、生きていれば40過ぎ、先祖代々の墓も無縁仏になっていて、どうなったのか皆目わからない。この世界のどこかに生き延びているのか、それとも千尋、兄ちゃんは必ず戻るぞ。ともかく夏野さんに話を聞こう。彼女は何かを知っている。先祖代どうなったのか、この世界の。そ、桜高等学校、母校の面影は全くないな。桜母校、建て増しされてはいるが、見覚えのある校舎だ。ここに校舎ということは、あっちが芋畑のあった場所か。敷地が広くなっているな。校舎には入れないかな。誰もいないな。この校舎は使われていないのか。真新しかった校舎が床板はきしみ、柱は傷だらけ。40年の歳月か。ここで高利さんを待って、玉尾さんたちに見送られた。まるであれは夢だったかのような不思議な気分だ。いや、今感傷に浸っている時ではないな。めぐみさん、いただいたお弁当、楓川の包みで食べました。肉団子入りのお弁当なんて豪勢で驚きました。普通のミートボールよ。大げさね。こんなところで何してるの？もしかして誰か待ってるの？夏の、どうし、確かに迷路だ。そんな、こんなところでもしかして。夏野さんを訪ね、めぐみさんはご存知ありませんか？南さんなら部活だと思う。陸上部の部室はあっち、見てこようか？いえ大丈夫です。そうだ、今晩の夕飯だけど、この間好評だったハンバーグにするつもり。あの大きな肉団子ですか？重郎も好物だし。
だからあんまり遅くならないで。ハンバーグなる肉団子、あれほどうまいもの食べたことがない。いかん、食い物に惑わされている場合ではないぞ。夏野さんは向こうだな。みんなチラチラとこちらを伺ってる。夏野さんを見つけたはいいが、いささか気まずいな。ちょっと君、さっきからずっといるけど何か用なの？南夏野さんを待っています。南？どういう関係？年いくつ？学帽かぶってるし中学生？いえ、その、もう詮索しないでください。先輩、夏野さん行こう。南が彼氏ね。南が、ごめん、着替え時間かかった。待つと言ったのは自分です。皆さん運動する際足を出したあの格好なんですね。驚きました。それにしても突然学校まで来てどうしたの？どうしたの？どうしたの？夏野さんは昭和20年で見たあなたがなぜここにいるのですか？え？自分がこの時代に来てしまった理由も知っているのではありませんか？お願いだ、知っているなら教えてください。それはその、なんというか、あ、ここじゃちょっと話せないよ。誰もあればいいんだけど、誰もいない場所でもあればいいんだけど。私たちが使っていた木造校舎には誰もいませんでしたよ。旧校舎って入れるの？開いていました。じゃあそこで話すよ。行きましょう。かかってないんだ。ここならいいかな。三浦君、秘密守れる？はい。じゃあ秘密教えてあげる。驚かないでね。彼は BJ、 未来から来た宇宙人なの。BJ は乗ってきたロボットを探してる。私はそのお手伝いをしてるの。ロボット？騎兵といえばわかるでしょ。1945年にあった騎兵は BJ の仲間の宇宙人のものなの。ロボットはいくつかあって、
彼女はなぜ騎兵のことを、それに宇宙人が作ったものだと。日本で極秘裏に作られた秘密兵器だぞ。あなたも体験したように時間の移動もできるすっごいロボットなの。騎兵を作ったのが誰だろうと関係ない。祖国を救うために必要だが、回路の自動修復は終わ、なぜか再どう驚いたでしょ、どう驚いたでしょ。あなたが BJ と呼ぶこれですが、四季島の技術者から聞いた話では、探査装置の一種です。その人たちが宇宙人のテクノロジーを軍事利用しようとしてるんだわ。しかし、いや、聞いたろ、装置なら喋る必要ないじゃない。ちょっと三浦くん、これは彼らの宇宙服なの、失礼になっちゃうでしょ。きっと服の中は頭脳だけなんだよ。宇宙人、まさか宇宙、ま、何のために騎兵を探している、狙いは何だ。真実を知る。真実、昭和20年だろう。違う、君の記録だ。私の記録、何を見せて。その記録とやらが本当にあるなら見せてみろ。教授、個人衛星に切り替えました。高宮教授、聞こえますか。これは三浦君。高宮教授、つながった、ありがとう三浦君。あれ、もしかしてユキちゃん。シャトルはどうでした。おかげで席が取れたわ。おそらくこれが最後のシャトルね。明日にはここも飲まれる。もうそこまで前線が。被害拡大は加速してる。夏野は無事に脱出できた。セクター4には5時間前に。そこにいるのね。三浦君と夏野の交際、私はまだ認めてないけどな。え？お母さん出てきた。冗談よ、もう口も聞いてくれないのかと思った。そんなことは。南家のことであなたを苦しめたのは謝るわ。私は別れたあの人によく思われてないから。私はお母さんと一緒がいい。分かってる、私もよ、なっちゃん。ユキちゃんがお母さん。すみません高宮教授、そろそろシャトルの時間が。14時間後にセクター3で。10区画の発着場で待機しています。頼みます。被害が広がってる。地上の壊滅は時間の問題か。どうなってんの。教えてくれ、これはいつの記録なんだ。おかしいじゃない、
なんで未来でユキちゃんが私のお母さんに？夕日はここでも変わらないな。夏野さんはあの探査装置を未来から来た宇宙人と信じている。彼の見せた未来の映像、真実だとしたらなぜ私が200年先に。単なる探査装置でないのは確かだ。センス、オジ、ミラ、ゲンジ、彼女、他にも騎兵がある。それでいい聞き、それともやはり夏野さんが、彼女はまだか。彼女、他にも、それ、それ、やはり、彼女は。なる、あれほいいか、食い、ハンバーグはどうでしょう。また？いや、自分は何でも。そうだな、ここのところお十郎にお魚食べさせたいかな。ここのところお肉ばかりだったから。そうだな、買い物あるから行くわね。夏野さんは向こうだな。また君か。今日は南いないよ。部活休んで何やってんだか。そうですか。ねえねえ、南さんと付き合ってるの？どこまで進んでるのよ。いや、自分はそんな。どこに行ったか分かりませんか？急ぎの用事らしいけど、どこにいるのかは知らないな。
私知ってます、時坂神社に行ってるみたい。何しに？そこまでは聞いてませんけど。この時代の時坂神社か。彼女と出会ったのもあの神社だったな。いないなら仕方がない。この字彼女あの字驚いた。神社はそのままだ。周囲の雑木林は随分な様変わりだが、夏野さんはいないな。また木陰に隠れていたりしないかな。見つからなかったね。どこにあるのかな。夏野さん、うわっ、どうしたの、こんなに遅くこんなところで。夏野さん、今のは。こんなに遅く。夏野さん、光と共に夏野さんが現れた。騎兵で時間を飛び越えたあの光と同じだ。そういえば夏野さんと出会った時も神社で雷のような光を見た。そうか、ここから行き来していたのか。どうしよう、BJ。隠さず教えてほしい。戻りたいのです。元の時代に。置いて行け。そうよ。乗ってきたあれ、どうするの？どうしても帰っちゃう？どうしても帰っちゃう？騎兵は後で何とかします。千尋が、妹があの後無事だったのか確かめられるなら確かめたい。うん、そうね。 BJ、 お願いできる？今ので戻ったのか。こんなにたやすく行き来できるとは。すごいでしょ。自由に時間を行き来できるなら開戦前に騎兵を送れば。それは無理。タイムトラベルはきっちり40年単位でしか移動できないの。それにここより過去へはいけないみたい。そうか、残念だ。ともかく
千尋を探そう。行こう。おそらく比奈倉の親戚の家にいるはずだ。おそらく避難所か。どうなってるんだ。人っ子一人見当たらない。交渉も詰め所ももぬけの殻だ。無線も誰も出ないし、どのラジオ局もやってない。一体人間はどこに行ったんだ。見て、あの化け物だ。あれは地球を侵略に来た宇宙人の兵器。騎兵は彼らと戦うためのロボットよ。ここも未来の街と同じみたい。宇宙人の攻撃を受けた後、人間は誰一人残らないの。あれ、過去で人が消えたら私の時代はどうなってしまうの。先祖代だ。どうなったのこの、それ。何があったのです。玉尾さん、千尋はどこですか。千尋ちゃんは森村先生、落ち着きなさい。千尋ちゃんをどこへ連れて行くの。君には申し訳ないことをした。だが何も心配しなくていい。待って。強盗。君が薬をもらってた男か。消えた。ユニバーサルコントロール彼女を転送した。それって宇宙人に捕まったってこと。おそらく。いや、囚われてる。世界の終わりまでは。
うん。千尋を連れ去ったのはゴーとレンヤ。奴が1985年にいるなら千尋を救い出さねば。夏野さんは未来彼死単なる夏どうたしメールだ損。千尋を連れ去った玉尾さんに薬を譲って歴史を40年のズレがある。だがここは私のいた時代に繋がってはいない。おそらくこれは時間移動ではない。たとえ騎兵を持ち帰ってもどう戦うというのだ。守るべき人もいないあの世界で黒歯切れ地肌。昭和20年に誰もいなくなった。40年後だというこの昭和60年にはそんな史実も影響もありはしない。科学読本で読んだな。よく似た平行世界というものだろうか。この時代ではカンテラがなくとも夏野さんの話ではゴーとレンヤという男はこの時代の学校にいて時間を行き来して BJ は80年先の未来人だと言っていた。あの未来の宇宙から来た侵略者で、そして騎兵は奴は学校か。何としても千尋を。ゴーとレンヤは夏野さんの先輩で1980、そして BG、 さらに三浦くん。夏野さん、ちょうどよかった。夏野さんを探そうとしていたところです。私も三浦くん心配してたのよ。三浦くんあの後すごく落ち込んでたみたいだから大丈夫？三浦くんすごく大丈夫？実はゴーとレンヤを探しに来たのですが、風体も人相もわからないので夏野さんに特徴を教えてもらおうと。ゴーと先輩だけどあれから学校には来てないのよ。先生に聞いたんだけど住んでるところもわからなくて。そうですか、それは困ったな。あれ夏野ちゃん。美和子、もう部活終わったの？あ、そうだ、確か写真持ってたよね、ゴート先輩の隠しの無理写真。ちょっとそんな大きな声で。
めんごめん。今持ってる？あるけど。あ、これこれ。三浦くん、ゴート先輩の写真あったよ。失礼。奥に写ってる長身の人よ。このメガネをかけた男がゴート・レイヤ。そうだけど。ありがとう美和子。夏野ちゃん、その男の子とどういう関係なの？え？いや普通よ。私とは普通の関係。あ、そういうこと。違うよ。違うってば。なんてことだ。あの校長跡の公園にいた男こそ千尋をさらったゴート・レンヤだったのだ。な、あの千尋。本当は千尋なんだろう。答えてくれ。千尋。千尋。裁縫の荷が苦労し歯切れ千尋肌。これ焼け跡で拾ったけど渡しそびれてたんだ。これこ大事なぬいぐるみだろ。消えたわけじゃないから、幼い妹としてのこの心地よい依存心も今の私の一部。否定は精神構造に様々な無理が生じる。ちひろ、どうしてしまったんだ。元の記憶を取り戻したの。私は森村千尋。森村。秘密にしたいとあなたが言ったのに自分からバラしてしまったのですね。貴様。大胆な計画変更も時には必要なものよ、ゴート君。君が現れるのは計算。ゴート・レイ、千尋に一体な。その言いようは、これが彼女のも最初から君の妹。黙れ。貴様の話など玉尾さんの敵だ。何か誤解がしょ。千尋。
兄ちゃんと一緒に行こう。どこに行く気？誰もいなくなった1945年、どこに逃げても意味などないの。このループを止めるには全システムの掌握が最優先よ。あなたは頼りになる。三浦君はとても優秀な設計技師だった。何の話を。いつでも千尋の味方、そう言ったわね。我々に協力して。ゴート君、準備は？できています。そう、時間を無駄にしてすまなかったわ。急ぎましょう。千尋、よしたまえ。どけ。千尋は私が連れていく。彼女は命を狙われている。今の君では守れまい。誰にそんな。関ヶ原へ協力する気になったら声をかけてくれ。千尋はどうなってしまった。森村千尋、もともとの千尋、もう千尋。関ヶ原、あの男も時間ここに。玉尾さん、ケンペは行きました。どうでした？やはりキリコさんを探しています。キリコちゃんがスパイだなんて。その男の中、彼女は巻き添えになった。憲兵に追われる男をかく。あいつは同時キリコなんて名前じゃないし、この世界の人間でもない。イカれた男だ。あいつは騎兵で何をしていたんだ。この男は騎兵のことをやはりスパイだ。奴が逃げるとすればゲートだ。今行けば追いつけるかもしれない。関ヶ原さん、本当のことを教えて。私は両親の娘ではなく未来から連れてこられたって。同時キリコが言ったのか。嘘だと思えないの。多分私毎晩その夢を見ている。記憶をいじられたな。こんな奴の話真に受けてはダメです。玉尾さん、憲兵に引き渡しましょう。圭太郎さん、お願い、はっきりさせたいの。圭太郎、三浦圭太郎か。なぜ私の名を。そうか、お前が。何だと言うんだ。お前と一緒に戦っていた貴様など顔も知らん。今のお前じゃない、未来から来た三浦だ。未来。彼は肉体を失い意識だけの存在だ。今は探査ユニットに収められてる。では圭太郎さんも。君と同じだよ。
与太話はもう十分だ。詰め所に突き出してやる。動く。関ヶ原さん。貴様、お前の言う通り、俺はイカれてる。頭にすっかり毒が回ってな。確かに言う通り、よく考えいいんだろうねえ、はあ、また戻っちまった。冬坂がなんで悪と喧嘩。ここから逃げ場このすぐ、こんなあの声だけなんで俺、それに UFO 番組、あ、俺悪党だ。俺にもなんは如月、鍵、家のかこれな、家のか。ちょっとどこへ行くのよ。てめえこんなところで、ここで、お前ら鍵なんともかくバイク先行、ああ、けっつけにゃん。ちょっと、ま、バカ、あ、なんだまさてやめなさい。何度も何度も腹もう行くから。どうゆゆいいんだねえ、はあ、ま、戻。ちょっとよ、尾形くん何やってんのよ。ウサミちゃん、イオリに因縁つけてるの。頼む如月、少しの間黙っててくれ。姿は、いや、黒つなぎのあいつとおめえはどうなってんだ。あ、悪党団？何の話をしてるの。クソ、これじゃ俺が変人だ。鍵の話だ。鍵は俺が持ってたと言っただろう。話が見えないんだけど、尾形くん。ああ、そうか、ややこしいな。まだ言ってない、この後言うんだ。でも知ってんだろ、どういうことか教えてくれ。何のことだかわからないよ。どう言いやいいんだ。電車出ちゃうよ。行こ、沖野くん。
げんのか。そい誰に。ああ、逃げんのか。そい誰。ああ、お前らか、なんじゃ。ともかく何バイチンコ。ああ、逃げ。そい誰。ああ、ここで蹴っ。ちょっと如月。鍵、家の家の鍵。また喧嘩、やめなさいよ。バカ、あっち行ってろ。なんだこいつは。まさかこのチビ。やめなさい。何度もな。何かあるだ。うん、俺を試して。試すって何を言っているの。わかるように。俺を試す。わか。鍵は話す。ああそうか、まだ言って。でも知って。どういうこと。何のことだ。いや、悪と黒つなぎのあいつと、おめえはどうなってんだ。悪党団。何の話をしてるの。じゃあ俺が変人だ。電車出ちゃうよ。行こ、沖縄。なんだ顔色。やっぱなんか鍵、家の家の。先輩じゃねえか。あんたもここに。東雲先輩。おい、大丈夫か。行かなくちゃ。先輩、鍵を持ってねえか。鍵と言っても普通じゃねえらしいが、なんつったらいいか。鍵。そうだ、鍵だ。誰か呼んだ方がいいんじゃない。
誰かって誰だよ。駅員さんとか。呼んでも無駄だ。なんでよ。どうせ巻き戻る。あんたさっきから何なのよ。怪しいぞ。追いかけるか。ちょっと電車違うよ。どうした？東雲先輩、大丈夫か？また症状が出て気絶してんのか？こっちにも。こいつ、廃墟にいた関ヶ原じゃねえか。なんで一緒に倒れてるんだ？何があった？何か握り込んでる。 DD426 薬か？ラベル見ても分かんねえな。それは毒だ。彼らは D を殺す毒に侵されたんだ。どういうことだおっさん。東雲君の状態を知っているなら分かるはずだ。あれが毒の症状だよ。ナノマシンが蝕まれ、もう助からない。だが彼らが犠牲となったところで D はここにやってくる。 D ってのはもしかしてあの機械の怪獣のことを言ってんのか？ D は未来で作られてここにやってくる。15人の D へ命令している。君、これはそういう呪いなんだ。おかしなおっさん、あんたは何なんだ？誰でもいいさ。もう問題なのは D を生み出し世界を滅ぼす人間が一番の問題だ。やつも倒れてた。あれは鍵と関係。おおよそ状況は情報に合致する。その他の誰か鍵を押す気味が見ればすぐに鍵。どうなってんだあの電車は。気には悪いぞ。電車の中をもっと本気で見つけるまで続くぞ。手当たり次第殴ってでも探し出せ。待て、今のあいつ確か冬坂と一緒にいた。わかった。いいか、ここから動くんじゃねえ。一歩もだ。動くなよ。カプセルの中で俺に命令するあいつ、最後に冬坂と世界を怪獣に15、あの丘ヨタバ謎、あいつ悪党、俺にも、な、わか
もしもこの世界がおめえは、え、呼ぶか知りてん、え、呼ぶから棒に何なの、数分か、ちょっと短くない、そうだな、数分じゃどこにも行けそうもないし、あんたと言おうかな、ちょっとだけここで待っててほしい、ダメか、いいけど、ほら尾形くん、な、何か言おう、どけよ、用があるのはおめえの方だ、用が、おきの、おめえだろ声の主は、見たんだよこの野郎、な、何のこと、観念しやがれ、俺をどうやってカプセルに入れた、なんでここに戻すんだ、何を言ってるのかわからないよ、しらばっくれんな、悪情しねえと痛い目見るぜ、そんな、悪情し、そんな、ここから逃げ場はない、このすぐ逃げる気か、カプセル悟られたのか、どうするんだ、てめえは、思い出したぞ、石山、俺に不意打ちを食らわせやがって、ちゃんと一声かけて殴っただろ、卑怯者扱いするな、貴様が弱かっただけだ、なんだと、起きちまったぞ、どうする、心配するな、まだ失敗したわけじゃない、ここはどこだ、何がどうなってんだ、知らなくていい、君をすぐ戻す、俺に何をしてやがる、驚いたやつだ、どうやって僕の制御下から抜け出したんだ、時間は、おい、おとなしくしてろ、殴られたくはないだろう、協力すれば、俺に何を、驚いた、僕の、沖野、俺たちを助けると言ったな、それができるなら攻撃の始まる前に他の奴らも助けられるだろう、攻撃？まさかそいつが騎兵の本当の相手か？そうだ。そして問題はその原因だ。だから D を制御する鍵を探してるんだろ。怪獣に命令を出してるのは15人の、知っていたのか、世界を滅ぼすように、
セットされた子供が15人いる。意志とは関係なく体が信号を発して D を生み出し呼び寄せるんだ。おっさんの話と同じだ。じゃあ鍵はたくさんあるのか。鍵は一つだ。15人のうち鍵を持つ者が命令できるんだ。悪党団のあいつが言ってた鍵はもともと俺が持ってたってな。だが俺には思い当たる節がねえ。それはそうだろう。制御キーはプログ君は15人の一人で、2ヶ月前までは君から命令が出ていた。嘘だろ、俺が。その時は貴様だったらしいが、捕まえてみたら違っていたんだとよ。今は別の誰かが鍵を持ち世界を滅ぼす命令を出している。鍵がプログラムなんて、そんなもんどうやって探すんだ。君には鍵と分かる形に見えるだろう。駅でならね。どういうことだ。君が D の制御キーを誰に渡したのか、その記録を君から取り出したいのだが、それは君の記憶と密接に結びついていて、君じゃなきゃ引き出せない。それで君の意識をこうして操作して鍵を探させて。ちょっと待て。それじゃあ、あの駅。貴様はここから一歩も。駅は貴様の頭の中で作られた幻だ。嘘だろ。分かったぞ。君がどうやって抜け出したか。その駅には僕までいるのか。僕のアクセス ID より僕の操作を解除したわけだ。対処しておこう。さてリ、もう一度も、ま、暴れる。探索中に無理やり二度と起きられなくなるぞ。鍵を探っ、殴ってすまなかったな。だが覚悟を決めろ。自由になりたきゃ協力するしかないぞ。考えた。どうした。ふざけんな。これが俺の頭の中で作り出した妄想だと。ここにいるキサラギも冬偽物だってのか。石灰獣俺冬悪怪獣に俺には鍵に見える。本物のキサラギじゃねえ。俺が頭で作った幻だ。突然何を言い出すのよ。頭大丈夫？何か悪いものでも拾って食べた？もう俺に喋りかけんな。どうしたのよ私。どうしたのよ私。なんか気に障ること言った？ねえ、無視しないでくれる？ねえ、無視し。尾形くん。これも俺が作り出したのか。ん？冬坂はよく知らねえもんな。だから保険の先行と混じって見えたのか。何？いいね。誰を探しているの？いいね。誰を？おい冬坂、沖野はどこへ行った？沖野？誰？珍しいね、イオリ。これが。ウサミちゃん。あいつの言ってた対処が。イオリの家こっちじゃないよね。どこ行くの？ツツジまでちょっとね。
比べ。いや、君か。おめえ確か電車通学じゃないよな。そうだったかな。でも電車ぐらい乗るさ、何もおかしくはない。おめえ鍵を持ってねえか。何の鍵？怪獣に命令するため。怪獣に？おかしい。ずいぶんおかしいよな。おめえが好きそうな話題なんだが。残念だけど電車が来たので、これ以上君の話には付き合え。逃がすかよ。ちょっと電車つ。ついてきたのか。どうして逃げるんだ。あ、この電車は違うだろ、尾形年次。どれに乗っても結果は同じだ。怪獣にやられるだろうな。てめえは比べじゃねえ。やれやれ、記録の隠し方がずさんだったな。本人に掘り起こされるとは。てめえ誰だ。消えた。あっ、後ろにいるの南じゃねえか。しかも持ってんのは。なぜだかわかるぜ、そいつが鍵だ。君はこれがどういうコードか知ってて探し出したのか。鍵が何かにむやみに。その鍵は怪獣を操るプログラムだ。南夏野がその鍵の所持者だ。それを知って彼らが何をする気か知ってて君は協力しているのか。彼らは誰も助けられはしない。信じるな。南夏野をひどい目に遭わせたくないだろう。てめえは誰だかもわからねえのに。俺は泉十郎、別の世界から来た比べ十郎だ。別の世界。お前たちを救いに来たんだ。そのために彼女の制御キーを守ってる。いいだろう、俺が信じられなくても鍵を見たことは忘れろ。そうはいかねえ。その鍵が世界を滅ぼすんだろう。俺に任せるなら悪いようにはし、だが南、彼女がタダで済むと思う。確かに俺を拉致って脳みそいじる奴らだ。南も同じ目に遭うかもしれねえ。東雲涼子のように壊されるか、命を奪われる。彼らは南夏野を。よく考えろ。どうするんだ。決まっているだろ。 D の出現を阻止、命令者を操作し D をせ、それが不可能なら制御。安心しろ、君は解放するよ。そうか。言い忘れていたが、この操作を続けるのは君の脳に負担が大きい。早く見つけないと君も危険だ。いいか。もう一度だ。どうすりゃいいんだ。
よく。どうしたん？どうすりゃいいんだ。鍵を見つけたってのに。沖野に教えれば南が。鍵を持ってたのは南だった。だが沖野に確か泉とかいう、あの俺に任せろと言った。信じられ、ふざけ、これが俺のここに偽物。やっぱり沖野はいねえか。最初の電車には冬坂と比べだ。珍しいね、伊織。おい、あれ、違う、雰囲気が元のクラベに戻ったな。でもいいところで会ったよ。尾形君に渡してくれって頼まれてたんだ。確かに渡したよ。誰からだ？泉って人。17時12分発つつじ行き区間快速。あの野郎、何のつもりだ。17時12分発は如月が乗る3本目の電車だ。1車両、ね、ホームの向こうの端に止まる。聞いてんのか？たく、今回も電車に乗りゃなんかあるってのか。クラスのお前も沖野の仲間か。沖野、誰かわからない。じゃあなんでそこにいるんだ。尾形年次を助けるよう言われてきた。マジか、助かった。尾形年次はここにいるのに
なんであなたが画面に映ってるの？俺の頭の中が映ってんだ。じゃあ、あなたの頭のこれ外せばいいの？いや、それはまずい。起きられなくなるとか言ってた。だよ。じゃあ警察に通報してくれ。表沙汰にするなって言われてる。じゃあ電話してそいつに頼んでくれ。猫だから無理。猫？この世界を滅びから救いに来た猫。意味がわからねえ。そこに電源ボタンとかねえか？ないわね。他に何があるんだ？再探索ってボタン。それを押すなよ。多分駅に戻っちまう。制限の項目というのがある。それだ。その制限外せないか？やってみる。どうだ？今調べてる。さっきの滅ぶってのは怪獣が来るってことか？そうよ。駅で起きたことが本当になるんだな。戦えるとしたら戦う？当たり前だ。じゃあ魔法をかけてあげる。なんだ？これはロボット？あ、制限解除できたみたい。マジか。よし、じゃあいいぞ。次は再探索をしてくれ。ただいま。先輩、気がついた？そっか、戻ったぜ。私ちょっと思ったんだけど、私たちがこうなる前学校にいたよね。学校に戻るべきなんじゃないかな。なんで？そこがタイムスリップした場所だから。元の場所に戻る何かヒントがあったりしないかな。ベッドを拾ってきて。あれからずっと突然この時代に。先輩は俺よ。そこのコンビニで。美和子も甘いの苦手だから。ありがとう。あんたもな。オラガン。おいしい。少し。考えてみれば美和子の言う通りかも。森村はいつも学校にいたし、もしかしたらタイムマシンは学校にあるのかも。森村って森村先生の。それ胸のでかい保険の専攻だろ。彼女も未来人よ。ここよりもっと未来から来たの。マジかよ。
ここにいてもしょうがねえぞ。行くなら暗くなる前に出ないと。どうする？分かってる。少し休ませて。バテてる。バ糖分を補充。学校へ戻ろう。2年どうすんだ、置いてくのか。そうだった。私が先輩についてるから、2人で行ってみて。すまねえが頼むぜ。何か分かったらすぐ戻ってくるからね。そんなに急ぐとこけるぞ。道路がボコボコだ。未来の開拓用なぜ森あんなのと戦う。式終始式のち戦戦式のんきね。道が塞がってて時間食ったから、ちょっとでも急ぎたいのよ。騎兵ってロボットで町を守るために戦ったのよ。怪獣相手にロボットか。さすがに未来だ、ぶっ飛んでるぜ。そして負けちまったわけだ。私がこれを最後に見たのは連れ去られる直前だった。手を焼かせるな。来たまえ。もうちょっとだけ待ってよ。ママも一緒に行くから。ダメだ、行けるのは君だけだ。もうダイモスの進行は始まってる。いいから来るんだ。いやよ、ここはもうこ消えだと。出るには早いぞ。なぜお前が乗って。13番騎兵は誰より僕がうまく使えるから。急がせて悪いが時間はないぞ。ママを見つけてからよ。うっ、森村先生。作戦変更よ。泉十郎が出撃した。彼のナノマシンはそれほど持たない。実験を始めないと間に合わなくなる。避難は後回し。急いでその子を連れてきて。どうしよう、うさみちゃん。
なフラフラの状態で東雲先輩探さないと。まだその辺りにいるかも。手分けして探そう。そうだな。俺は通りの反対を見てみる。お願い。商店街の方に行ってるかも。遠くに行っちまったんだ。13番騎兵のあったあたりは？あのロボットのところへ行くのか。美和子待ってて。気をつけて。すぐに戻ってくるぜ。どうしてこの場所なんだ？もし先輩が学校へ行こうとするなら、ここが近道だから。そうか、道が崩れてるとは思わないもんな。残念だが、ここに来たようには見えねえな。東雲先輩、どこにいるんだろう。悩んでも仕方がねえ。行くぞ、如月。ここにいてくれ。2年戻ってくるかも。東雲先輩。おい、ここは危険だ、分かってんだろ。でも10分だ。それ以上は待てねえ。
はいない。そんな遠くには行ってないと思うんだけど。手がかり見つかりそう？ダメだ。いねえようだな。みたいだね。しゃあねえ、他を当たるぞ。私の家の方に行ってみる。うさみちゃん。おい待て、美和子はこ。先輩いないかな。おい、ここだって根拠はあるんだろうな。先輩お腹が空いてるかもって。ここは食べ物系のお店が多いから。確かに今までずっと寝ていたもんな。何あれ、ラジコンみてえだな。怪獣どもの仲間か。奥にはいない。どう？こっちは。ダメよ、ちゃんと探さないと。手がかり見つかりそう？ダメだ。外れみたいだな。あんたはどこにいると思う？さあな、見当もつかねえ。とりあえず戻ろうか。うさみ、せっ、そっため。学校へ行くわ。先輩も学校に向かったのかも。あの道を大回りして行ってみるか。美和子待ってて。気をつけて。すぐに戻ってくるぜ。校庭に大きな穴が開いてる。あれ見て、穴の向こう側。あれも重機なのか。奴らが穴を開けたんだわ。奴ら何のためにこんな大穴を。巣穴にでもする気か。やつら巣穴にでも。あれは惑星開拓の土木機械でしょ。意味なく穴を開けてるの。何かあるんじゃない、この下に。何があんだよ。例えばの話よ。結局こっちにも人っ子一人いやしね。もう少し探してみないと。な、おい、あそこ。東雲先輩。おい待て、なんかやべえ、
そいつはあん時のドロイドだぜ。壊れてるみたい。元気みたいだぜ。逃げろ。やれやれ。ありがとう。あなたは？俺は関ヶ原。如月富だな。まだ残っていたか。ここにいるのは君たちだけか。までそこにしゃがみ込んでたのに。ドロイドを見て逃げたのかな。リョウコさんもここにいるのか。あんた森村の仲間？どうかな。未来人なの？ここよりまだずっと先のな。おいてめえ、なんで如月知ってんだ。あれはドローンだよ。あの探査機が君たちを見つけた。君たちがまだ残っているとは思わなかった。私たちが来たのを知ってたの？すまない。君たちは、君たちも地下の下へ連れて行くしかないな。涼子さんが一緒だったからもう戻ったとばかりよ。地上のゲートはどこも封鎖されてる。ここから出られず俺も困っていた。戻れないの？地下に降りれば、あるいは地下には転移装置の本体がある。地上のゲートは本体を遠隔操作するためのアクセスポイントに過ぎない。地下ってもしかしてこの穴の下？これを降りろっていうの？そういうことだ。先輩、いた？見つけたんだけど。
学校のあたりで見失っちまって、今関ヶ原ってやつが探してる。誰？俺ら以外にもここにいたんだ。関ヶ原が信用できるかわからねえが、急ごうぜ。ちょっと待って、それより帰れそうだよ。1985年に？本当？美和子を迎えに来たの。準備はいい？美和子。うん。関ヶ原、急ごうぜ。ちょっと待って。よし、じゃあ学校へ出発よ。学校にクレーターが。今からここを降りるんだぜ。そうだな。涼子さん、やはり思い出せないか。記憶が曖昧なのを利用されているんだ。黙れ、そいつを。426を黙らせろ。配置したやつに操られてる。追いかけよう。ゲートを封じられるとまずい。どうだ？動かし誰かな。涼子さんが先に行った。クレーンを確保してくれ。涼子さんにロックさせ。この穴どうやって降りるの？どのくらい深いの？300メートルだ。あの4本足はクレーンを装備している。クレーン、やっぱ重機なのね。大型クレーンをエレベーター代わりにして下まで降りるんだ。あの人、銃とか持って。今は頼るほかないかな。行くぞ。待ってよ。待つんだ。なんだよこりゃ。エイ君、俺が分かるのか。私、なぜここに。エイ君がどうして。少し記憶が戻ったな。薬は持っているか？持ってない。
もう空っぽよ。大丈夫か？ともかく1985年へ移ろう。三浦、頼む。セクター4に薬がある。見ろよ、死んでた怪獣と同じような機械が周りにびっしりだ。まるで怪獣の親玉の腹の中みてえだ。もうダメ。大丈夫？美和子、私高いとこ、花があんなに深いなんて、死ぬかと思った。映画のセットみてえだな。うさみちゃん来た道真っ暗、もうあんなとこ通りたくないよ。大丈夫、すぐ帰れるよ。先輩は？ああ、驚かせたが今は大丈夫だ。彼女の病気って何なの？騎兵での戦闘中、事件があった。俺たちに記憶障害が起きたのはそれからだ。そこにつけ込まれて利用されてる。涼子さんは俺より症状が深刻だ。1985年に移動できそうだ。準備する、少し待ってくれ。なんだろうこれ。不明だった16番騎兵か。無事なのか？やっと繋がった。リサラギ、その場所の代表は？リサラギって現在地は不明。私も騎兵もどういう状態にあるのか、どういう状態にあるのかわからない。消えた。16番騎兵は例の事件で行方不明の機体だ。君は何をしたんだ？ちょっと触っただけよ。今のテレビの声、おめえの声に似てねえか？そうかな。あんた相手のこと、キサラギって言ったわよね？キサラギは、ジュンとキバイキヒの名誉知ってるんだ。なんで私の名前なの？彼女は、キリちゃん、いや、キリとは違う、キリちゃん。お？わかったぞ。キサラギトミの生体 ID だ。もう一度やってみてくれ。うん。キサラギ、応答せよ。いるなら答えてくれ。私のいる場所のシステムに接続できた。それで分かったわ。何がだ？私は世界の外にいる。どういう意味だ？ここはどの時代でもない。
からアクセスが拒絶されてる。ユニバーサルコントロールだわ。私を排除しようとしている。このままじゃ。すぐに閉じちゃうわ。すぐに。ユニバーサルなんとかって何なの？ユニバーサルコントロールはゲートのあるここのことだ。この地下の中枢が世界を監視している。集まれ。やってくれ。この神社知ってる。学校の近くだぜ。本当？美和子、帰れるよ。美和子？確かあっちが欅町だ。戻れたんだな、俺たち。いないわ。なんだと？ピカッと光る前にはおめえといたろう。美和子！きっと置いてきたんだわ。戻って。そうじゃないわ。彼女が私たちと違うからよ。町の人たちは全員管理されてる。あの地下のコンピューターに。そうでしょ、 A 君。この世界に影響が出ないように、真実を知られないように、ユニバーサルコントロールは密かに人々を管理しているんだ。いろいろ知った彼女を世界に不都合と判断したんだろう。俺と比べくん、おそらく冬坂も
見てる夢は過去の出来事で。実はここが隔離されてるって。うわはい。アイドルの稲葉みゆきがテレビからそれを教えてくれた。こんなの誰に相談すりゃいいんだ。下手すりゃ頭の病院行きだぞ。テレビの中の稲葉みゆきが言うように、壁はこの世界隔離。ゆきちゃん夢でも。ああ、如月富はいないか。まあ顔を合わせるのはなんか気まずいし、いなくてよかった。クラベ、網口くん。いや、帰りかい。ちょうどよかった。例のビデオなんだけど。ごめん、今ちょっと急いでて。ああ、そっ。いや、じゃあ。クラベくん様子がすごく変わるもんな、うん。ユキちゃんはいない。そういや、補習で忙しいって言ってたな。ユキちゃんとのねをたんとんだ。見てみ、恋にこの俺や実際にいだ。いな、未来、実いな、未来だと思っていた。実際にお、ドロイドと呼ばれる機械の体に入っていた自分、どんなか夢のいだすな。俺と、はあ、外の空気でも。テレビ局に投稿してみるとか。ぼーっとしてどうした。網口、ちょっと会ってな。お前こそなんか疲れた顔だぜ。なんか悩んでんのか。はあ、ま、俺はこの前何に、そうだっけ。実はあの時遭難してたんだ、未来でな。あ、ずいぶん深いサボりの表現だな。そうなるよな。でお前のは。ああ、実はな、夜な夜な俺のアイドルの稲葉みゆきが現れて困ってる。真面目に聞いて損したぜ。そうなるよな。お、忘れてた。なんだ。 C 組の薬師寺さん、朝呼び止められた話があるって。またかよ。ったく、ムカつく野郎だぜ。邪魔もんは消えるよ。また。中学じゃ何度もここ。あ、悪いけど俺今は好きな子。そんな話しに来たんじゃない。そうなんだ、ごめん。じゃあ謝らなくても大丈夫。ちょっと痛い思いさせるし。任務完了。20番機兵転送。何、夢で見たロボット？あっ！こいつのロボット！
八重町のあたりです。桜高校が近いな。間違いないよ、騎兵だ。各省庁と米軍にも連絡を取る。スクランブルはさせるな。昭和の兵器では騎兵の相手にならない。誰が乗っているのかも、その目的も今は不明だ。東雲涼子を連れ戻しておけ。上昇している。何のつもりだ。あの騎兵、沖野が最後に設計した飛行型の軽量機、生産しなかったはずなのに誰が。壁の外は宇宙かよ。何がどうなってんだ。巨大なロボットは何度か夢で見たけど、空飛ぶロボなんて知らない。20番機兵、あなたがその騎兵のオペレーター。薬師寺はあんたの使いか。騎兵が転送されたのは不慮の事故よ。彼らに見つかってしまった。彼ら？別の居住区からあなたたちの世界に侵入した者たち。運命だよ。死ぬなら最後に君に会いたいって願ったんだ。何のんきなこと言ってんだ。
あれもお前のか。20番機兵転送。消えた。落ちたのが人のいないとこでよかったよ。何が起こったのか説明してくれ。続きはこちらでやろう。乗っていたのが君だったと。網口シュウ。メガネ。我々は政府の機関だ。我々に協力さもなくば。俺さ、そういう大人の絵嫌いなんだよね。やめるんだ網口。ユキちゃんの知り合い？彼女は組織の一員だ。え？ロボット搭乗者、つまり君を監視する任務で、高宮は桜高校に潜入していた。まさか嘘だろ。網口、その協力しろ網口柊。高宮のためにもな。ここか。ずいぶん立派に変わったもんだ。同時キリコを語り、女のふりをしていたやつだ。ろくなものではあるまい。だがやつを手伝えば。さてと、あいつがここにいるかわからん。怪しまれんよう。建てて間もない校舎だったはずだが、ずいぶんくたびれちまったな。騎兵は未来の兵器。何やら苦々しいが、電算機一つ取っても。ついこの間ここへ慶太郎を迎えに来たのに、浦島太郎にでもなった気分だ。そちらのお嬢さんは？東京からこちらに来たキリコちゃん。同時キリコです。なんて素敵な方だ。私は肘山隆俊。あなたのような方に出会えて、今日は人生で一番の日です。面白い人。隆俊さんこそ素敵です。いえ、そんな。こんな場所で一人でにやけて。キリコさん。いや沖野、やっぱり君は面白いな。アジトで寝てればいいのに。すぐに追いかけてくるとは。貴様を逃がすわけにはいかん。アジトも教えた。逃げたりしない。信じてないんだ。貴様の目的を全部説明しろ。そうか。まあそうだよね。でも話しても信じるかな。時間旅行も目の当たりにした。
今さら何を聞いても驚かん。もったいぶるな。狙いは何だ。世界を滅ぼす者の阻止、ここにも間もなく現れるだろう。ものすごい数でね。なんだそれは。問題はそれが何なのかではなく、なぜ来るのかだよ。原因は D コード。君に分かるように言うなら、君や三浦君と同じ改造人間で彼らを呼ぶ信号を出している者がいる。意思とは関係なくね。騎兵が戦う相手というのはまさかそいつか。彼らは巨大だ。俺と同じ改造を受けた奴がそれを。俺たちの改造は騎兵に乗るためだろう。騎兵は作ったけど、君たちを改造したのは僕じゃない。インナーロシターには謎が多いんだ。だから調べてる。インナーロシター？インナーロシターには謎が多いんだ。インナーロシター？君たちの体に構成されるすごく小さな機械の集合体だ。俺は何をする？学校はまだ授業中だ。君は目立つからな。一人でうろうろして教職員に見つかると僕が今後やりにくくなる。昼休みで人が増えるまでここに隠れていたまえ。机に突っ伏して眠ったせいで首が変だ。大きいのはまだのようだな。奴は昼まで待てと言っていたがずっと眠りこ。ソースで絡めた戦後焼きそば。外は静。まだ授業をやっ。見つからんようにと言われたら出るに出られ。うん。高利、何をバカ正直に沖野に従っとるのだ。もう待ってられん。それでね。まさか。でもあの夢は本当に。勉学が本分の学生の身で男女交際などとけしからん。でもあの夢は本当に。あの女性とても可愛らしいな。それでね。だが男を見る目がない。でもあの
治君、手紙で呼び出されたんだって。果たし状ってやつ？古風だね。違う違う、ラブレターだよ。またまた、すぐそういう話にしちゃうんだから。そんなことないよ。絶対そうだって。そうかな。そうですか。あんな人学校にいたかな。あれは、今ここで目をつけられたら沖野に大目玉を食らうだろうな。他の場所で。あんたか。この時間にここで待ってるって。手紙を下駄箱に入れたのは。はい。かわいい。いや、で、何の用だ。あなたが好きです。はい。マジで？あんたが俺を？はい。キサラギのやつ、俺をボロクソに言いやがるが、やっぱ俺ってモテるんじゃねえの？嘘だ、キリコ。あの野郎、人の女に。あ？なんだお前。おい、歯食いしばれ。あ、やめ。ああ、しまった。ひどいな、肘山くん。いや、これは。もしかして、やきもち？バカを言うな。そいつを殴って悪かった。別に、貴様がそいつを好きでも、俺は。君は何を言っているんだ。男の僕がそんなわけがないだろう。何？まあいいだろう、ちょうどいい。家庭はどうあれ、尾形念次は確保できた。さあ、彼を急行車に運んでくれ。あの、あなたが好きです。告白されたのが嘘だとも知らず、なんて幸せそうな顔で伸びてるんだ。
哀れだな。調べるためにあんな告白を。それ以外何がある？調べるた、それ以外、こいつが俺と同じ改造を受けてて世界を滅ぼすのか。滅ぼす奴に信号を送ってる。そのはずなんだが、どうも変だ。尾形念次からは命令信号が出てない。D コードの発信者設定が変えられてる。これでは全員のコードを調べて回るしか。面倒だな。それがわ、世界を救うのさ、その方法。それが分かれば何が変わる？世界を、その方法。騎兵があるじゃないか。貴様はそのために作ったと言ったぞ。そうだ。だが19機を投入した戦いで一度負けてる。戦いのルールでも変わらなければ騎兵一機で勝敗を左右できるものじゃない。太平洋戦争を知る君なら分かっているはずだ。物量で上回る敵を相手にする無謀さを、うん、騎兵で戦うのは最後の手段だ。見つけた、手がかりだ。だがこちらからはアクセスできない。できるのは彼だけか。さてどうするかな。起きちゃったか、肘山くん。沖野、これは一体。尾形念次からは結局何も得られなかったからね。君のコードをちょっと調べながらいろいろと考えていたんだ。すぐにほどけ、さもなきゃ。今さら嫌がることはないだろう。交渉の実験室では二人きりでずっと僕がこうして君をいじくっていたのに。な、何？たとえそれが事実だったとしても今はもう状況が違う。本気で怒る前にほどけ。おかしいな。数値は言葉と反対の反応だ。大好きな僕にこういうことされて本当はちょっと嬉しいんだろう。変態だな、肘山くんは。いい加減にしろ。じゃあもっと君の心を調べてみようか。な、これは驚いたな。そんなに僕を。バカを言え。なるほど、君は自分を偽って対面を保っているんだな。隠しても体の数値は正直だぞ。嘘だ。どれ、詳しく調べてみよう。やめろ。へえ。やめるんだ。これはやめてくれ。